皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、ジェラセリーグ広島2の 11DNA、16日、マツダスタジアム、広島は d n a に大敗で連勝を逃し、正念場の7連戦を1勝6敗で終えた。残り15試合で首位、巨人と今季最大5ゲーム差に開き、ついに自力優勝の可能性が消滅した。写真 松田スタジアムで見事に始球式を務めた人気女子アナ序盤で勝敗は決した先発森下は初回1試から牧にソロを被弾直後坂倉のソロで同点に追いついたが2回は先頭から4連打を含む6安打集中で一挙5点を失ったその後は5回まで投げたが今季ワーストの6失点で22年に並ぶ自己ワーストタイの8敗目 2年ぶり2桁の10勝目を挙げてから4戦4敗。特に9月は3戦14回3分の2で防御率9、20だ。前夜15日はドラフト1位、常広が5回1失点と粘り、球団新人で7年ぶりの初登板勝利。チームの今季最長6連敗を止めたが、同郷、大分の先輩、森下は続けなかった。3番手。 黒原が登板した4点ビハインドの7回には、西無走者からこその、菊池の連続失策で1、2塁となり、桑原の左前適時打で1失点。8回にも堀江が内野安打3本という不運もあったが、先頭から4連打などで2点を追加された。9回も遠藤が西走者なしから3連打で2失点と、終盤3イニングだけで決定的な5点を失った。 これでチームは5カード連続の勝ち越しなしとなり9月は3勝11敗4位 d n a に再び1差に接近されたどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう